画をご覧いただきありがとうございます。ニーヤマッスルでございます。はい、というわけで今日の動画をですね、こちらのね、ジェイ・マイケルというピッコロの紹介をしてみようかなと思います。はい、ちょっと最近テレマンを練習しておりましてね、はい、今ちょっと5回ぐらいやってみたんですけど、これね、すげえきついんですよ。なんか有酸素運動みたいな曲なんですけども、はい、まあ、ピッコロトランペットね、結構僕好きなんで、で、シルキーがね、ちょうどここにありますけど、シルキーのピッコロと、で、これ、ジェイ・マイケルなんですけど、ジェイ・マイケルのピッコロがね、意外といいんですよ。はい。意外といいってなんかダメだって言ってるわけじゃないんですけど、やっぱりシルキーを慣れてると、価格で言うと10倍ぐらい違うわけじゃないですか。だからまあもちろん10倍違うってことは10倍違うだけの何かが違うっていうのは当たり前なんですけども、ただこの J マイケルをね、結構全然最近練習でも使っていて、意外といけちゃうなーっていうね。はい。ちょっとね、音程感はやっぱりあれですけど、意外と。意外といいんですよね。まあ今ちょっとアーカンにしてるんで、ちょっとこれを変えてみましょうかね。はい。アーカンをこの米管用のこのパイプをね変えるとちょっとキーが変わりますけど、これで今米管になりましたね。あ、ちょっと高いな。はい。こんな感じです。J マイケルのピッコロトランペットですね。はい。割とちゃんと使えるんですよね。あ、一応見、こんな感じで。はい。見えるかな。こう、こう、こう。見えましたかね。ここね、ロゴが。はい。で、こっちがこんな感じ。はい。4本字ですね。で、こう、水抜くとこはこういうタイプ。あとは、ここはなんか、抜けますけどね。こんな感じで。で、マウスピースは僕、ずっとあれです、この、シルキーの 11AX。はい、もうこれが僕は最強だと思ってます。もうシルキーの 11AX がマウスピースは最強だと思ってるんで、もうこれ以外使ってないんですけど、もっといいのがあるかもわかんないですけど、現状の自分だとこれが多分一番いいなって感じですかね。まあ、ちょっとね、音程が難しいです。ちょっと音程取りづらいんですけど、でも全然音も悪くないし、ライブとかでも全然普通に使ってますね。意外と良くないですか。まあ、シルキーもあるんでちょっと比べてみますけど、まあ、シルキー吹いちゃうともう絶対ダメなんですけど、そりゃもうじゃん、これね、僕が持ってる中で一番多分高い楽器ですけど、まあ、シルキーにはかなわないですよ。かなわないですけど、あ、もう全然違いますね。違いますけれども、でも意外とねいけるんですよジェイ・マイケルはね。はい、音もそんなに悪くなくないですか。まあ、画像だと、動画だと伝わりにくいかもしれないですけど、これね、iPhone16 Pro Max を買いました。で、これ iPhone16 Pro Max で撮ってみてるので、どれぐらいな感じで撮れるかな、ちょっと実験もね、昨日届いたんで、ちょっと今日早速今セットしてね、まあちょっと動画を撮ってみようかなところで、あ、なんか電話かかってきた。ちょっと電話一瞬ごめんなさい。はい。よし。
然いいんですよね。なんか最初買った時はちょっとさすがに全然ダメだなって感じだったんですけど、でも吹いてると楽器に慣れてきたのかわからないですけど、なんか意外といけちゃう楽器です。はい。という感じで、はい、お送りいたしましたピッコロトランペットですね。まあいろいろといろんな楽器もこれからちょっといろいろ吹いていこうかなと思うんですけれども、とりあえずなんか値段だけじゃなくてね、楽器の良さってたくさんあると思うので、今日はちょっとこちら紹介というか吹いてみました。それでは最後のやつ。はい、指があれ立ったな。あ、これか。よし、じゃあ最後のやつやって終わりにします。